こんにちは、クリッカークランです。世界のレースを統括する FIA 公認競技となっているグランツーリスモ、そのワールドツアーの第2戦がニュルブルクリンク24時間レースの特設会場で開催されました。その中で行われたのがエキシビションマッチ GR スープラ GT カップエキシビションマッチです。GR スープラの開発チーフエンジニアの多田哲也氏とグランツーリスモの開発者の山内和成氏が見守る中、チームトヨタから3名、チームレクサスから3名、GR スープラ GT カップランキング6名、合計12名の選手が出場。日本からは山中智明選手と川上奏太選手が参加しました。ちょっとした油断やミスで順位が入れ替わる激しいバトルが繰り広げられましたが、最終的にイタリアのサルバトーレ・マラグリーノ選手が優勝を飾りました。表彰式では正しい位より優勝カップが渡され、マラグリーノ選手は嬉しさを爆発させていました。日本の山中選手は途中3番手まで順位を上げる場面があったものの、結局4位フィニッシュとなりました。山中選手はワールドツアーのこの場に来られたことが嬉しいです。レースは予選から今一つ噛み合わず順位が上がらなかったのを引きずってしまい、決勝ではその良くない流れのまま行ってしまいました。ペナルティを受けるなどちょっと苦戦してしまいました。世界には速い人が多いのに驚くばかりですと、ちょっぴり悔しさをにじませていました。山内氏はみんなすごいドライバーで差が全然なかったですね、そしてみんな運転が丁寧というのが印象的でしたと、選手たちのハイレベルなテクニックに驚いた模様です。また正しい位は、熱いバトルが見られて嬉しいです。みんなスープラのパフォーマンスを出してくれたと思います。グランツーリスモの戦いから得たものを実車にもフィードバックしてアップデートしていきたいですねと、今後の展望を語ってくれました。